なるほどね。はい。多分確かここで、文化祭の選択肢中の七瀬が多分 この選択肢で最後かな。で次は多分2年生になると思うので、じゃあもう一個2日目の七瀬になるのかな。このあと3日目はあの文化祭の高野祭ファイヤー高野祭のねキャンプファイヤーみたいなのがあるので、じゃあ今回もやっていきましょう。中庭文化祭2日目。昨日広告役を頑張ったからと長めに休憩時間をもらって他のところの出店を見て回っていた。もったいないな。何がもったいないんです？文化祭で作ったものを毎年半分くらいキャンプファイヤーで燃やすらしくて、燃やす燃やさないの基準も作った人次第なので何が残るかわからないという。ああ、でもこういうのって取っといてもしょうがないものとか結構ありません？確かにそういうのもわかるけど。ああ、どうもレイさん、昨日ぶりです。横を見るとうちの学校の制服を着た七瀬がいた。七瀬？そんな格好で何してるんだ？はい、七瀬です。レンさんが一人で缶コーヒー片手に黄昏れてるんで、何気取ってんのかなと思って。ひどい言われようだ。いや、俺のことはいいから、そっちじゃなくて、その服どうしたんだ？あ、これですか？菅野さんって人に借りました。ほら、モデルやった時の先輩さん。菅野先輩何やってるんですか？そう言ってくるりと回って見せてくれるけれど、どこからどう見てもうちの学校の制服だった。菅野先輩は俺も知ってる。なんで借りたんだ？昨日見てて思ったんですけど、普通の格好で来るとどうしてもお客さんって感じだったんで、制服なら目立たないなって思って借りました。似合ってますかね？似合うのはモデルやってた時から知ってる。いろいろとなんでという気持ちが浮かんできて、どこから言えばいいのか本当にわからない。まあ、もうさすがに俺らは見慣れてるとはいえさ、やっぱさ、改めてさっきのドアップでさ見るとさ、なんていうの、まあ結構襟元空いてるからさ、まあ結構見えるなとはずっと思ってたんだけど、アップで見るとなんていうの、リボンの結び目の下にまだ谷間が見えるって開けすぎなのでは。すごいね。レンさんは一人でまたブラブラしてますけど、もしかしてサボってるんです？違う、昨日あんな格好で歩き回った分手伝いしなくていいって言われてるんだ。ははん、つまり体よく追い出されましたね。あ、ちょっと冗談なんですから、マジへこみやめましょうよ。出店でやることないというか、外されたのも事実なんだよ。え、レンさんもしかしてなんかやらかしたんです？やらかしてない、ただ着替えできるだけ、できる写真館で揃えてる衣装が女の人向けだろ。そういうところに男子がうろついてるのもって話になって、現場の仕事が減ったんだよ。普段集まってるメンツはクラスの友達だし、もともとの男女比もあって割とルーズになってた面でもあるけれども、外から来た見学者に指摘されて慌ててシフトを組み直したんだ。まあ確かに、つまりもっと女の人の着替えてる現場の近くにいたかったという下心がバレたと。普通に写真撮ったりスタジオの環境組むのが楽しかったんだよ。あんなにライトやセットを使って借り物とはいえ高いカメラを使えるチャンスだったっていうのに。なるほど、まあそれ外されて不本意なのはわかりますけど、レイさんもともと目つき悪いのに今かなり感じ悪くなってますよ。そんなつもりはなかったんだけど。いや、七瀬何してるんだ？座ってる俺の頬を両手でグニグニしてくる七瀬。顔をほぐしてあげてるんですけど、レイさん表情筋固まってるとこありますし。悪びれずにグニグニされて俺はナスがままにされてしまう。いや、俺はいいから。というか制服借りてまで見に来たのか？
昨日友達とは楽しそうにしてたけど、文化祭そのものは特に興味あるようには見えなかったのに。まあそうですね、昨日は若干の心残りと言いますか、郁恵とリコと遊びに来た感じと言いますか、レンさんと文化祭ってのを回りたいなって思いまして、未来の可愛い後輩に誘われて喜んでいいですよ。いや七瀬、お前多分だけどまた親か誰かと顔を合わせたくなくて抜け出してきたんだろう。そういうのは察しても言わない方が好感度高いですよ。むしろ俺と回るためだけに制服借りて一人で来ただけって方がピンとこなくて不思議だけどな。七瀬が笑顔のまま俺の頬を引っ張ってくる。まあ、レンさんが無事見つかって捕まえられたのは、せっかく着てきた制服が無駄になんなくてよかったですけど。目立たないでブラブラするためじゃないのか。それもありますけど、俺レンさんにも気を使ったんですよ。ほら昨日私たち連れて歩いてて、あちこちでいろいろ言われてたじゃないですか。女装しながら年下の女子3人を案内して回ってれば、知り合いや顔見知りからなんやかんや言われるのは仕方なかったと思うけどな。俺でも例えば白江がそんなことになってたらスルーはできなかったと思う。だけどレンさんが普通の格好で私も制服なら悪目立ちはしないし、もうちょっと落ち着いて回れるでしょ。まあ昨日みたいに他校の女子に手を出してるとか、浮気は刺されるとか、女の敵とか、そういう話はされにくくなるかな。見知らぬ女子と歩いているだけで大丈夫じゃない気がする。それはまあレン君の日頃の行いというやつだと思うのでノーコメントで。菅野さんは池永君のためにも大事なことねって言って心よく制服化してくれましたけど、それは多分面白がってとか、あと俺の学校での関係を知らない七瀬の認識の違いというか、そういうズレがあると思う。思うけど七瀬にそれを説明するのも言いづらいものがある。いやまあレンさんが案内は昨日しただろうって言って私のことをほっとくって言うならそれでもいいんですけど。ほっとかないほっとかない、案内するって約束はしたし、俺でよければ今日も案内するよ。さっき菅野先輩から今日の予定を聞くようなメッセージが入ってたのを思い出す。多分それは七瀬が来ることを知っていて確認してきたんだろうし、女性を手伝ってくれる気だったのかもしれない。そういう義理がたいとこ損だなって思うけど、利用する方からすると楽でいいと思いますよ。そう言って笑う七瀬に文句を言う気も起きなかった。あの七瀬、ちょっと近すぎない？ダメですか？文化祭ですし、これくらいしてた方が不自然じゃないと思いますけど。俺の顔を見てなんでか楽しそうにしてる七瀬が遠慮なく腕を組んでくる。むしろ私がいいって言ってるならダメな理由がないと思うんですけど。そう言うならいいけど、ここでダメと言って離れる理由も浮かばないというか、七瀬が満足ならそれでもいいかとは諦める。あ、今日はこっちが押しかけてきただけなんで、レンさんの行きたいとこ行っていいですよ。ああ、それじゃあ七瀬には退屈かもしれないけど、先に見に行きたいところがある。どうぞどうぞ。むしろ昨日はこっち気にして楽しませようみたいな回り方でしたし、今日はそういうの気にしないでいいですから。昨日は昨日で俺も見たかったところ回ってたから、全部そっちに合わせたわけでもないんだけどな。ともあれ休憩したら見に行くつもりだった学園所蔵の普段は公開されてない展示に行こう。それに特別展示の方なら知り合いもいないだろうし、誰かに何か言われることもない。そう思ってたんだけど。あら池永。あ、さだもとさん。見回り中らしい貞本とばったり出くわした。そして俺の腕にくっついている七瀬を見て動きを止める。いや貞本、なんか勘違いしてるかもしれないけど。何も言ってないでしょ。それに何か言う気もないわ。七瀬もさすがに悪ふざけをするつもりはないらしく、俺の顔をちらりと見てくる。そんなに身構えなくてもいいわよ。私と池永は同じ文化祭委員ってだけよ。ああそうなんですか。それにしてはものすごくレンさんに物言いたげな顔してたから、もしかしてと思って。それまあ、あの、し
そうだね、七瀬視点だとそう見えるかもしんないけど、サラモトからしたらものすんごいねえ言いたいことがないわけないよね。そうね、多分大丈夫だとは思いたいけれど、節度は守りなさいよ。なんでレン君なんか魂抜けてんの。サラモトの視線はその子は誰と言ってるようにも見えたし、他の子の話はしないであげると言ってるようにも見えた。そんな節度を疑われるようなこと普段からしてるんですか。前言撤回。修羅場ではないと思ったのか、七瀬が余計なことを言い出す。してない。まあそうね、そういうことにしておいてあげるわ。全然納得してない様子のサラムと、とはいえ余計なことを言うつもりはないというのもなんとなくわかる。なんかマジさんといい、サダモトさんといい、なんかこうめっちゃ気使われてるよねまあいいわ、それじゃあまた後で委員会でね。そう言ってサラモトは見回りに戻っていった。なんかレンさんのこといろいろ知ってそう、まあというか言いたいことありそうな感じでしたけど。七瀬がどこの誰かわからないからだろう。ああ、つまりレンさんと一緒だから見逃された。それもあると思いたい。サラモトは気を使ってくれたんだろうけれど、そもそも七瀬に制服を貸したのは菅野先輩だ。つまりもう七瀬や制服のことはいつものメンツにはいつ伝わってる、いつは伝わっても不思議じゃない。なんかそれだけじゃない感じが二人の間にあったんですけど、後々大丈夫です。大丈夫。そもそも七瀬とは昨日も一緒だっただろ。確かにそうですけど、ま、大丈夫って言うなら信じます。そう言って変わらず腕を組んでくる七瀬だった。そして七瀬が帰った後、文化祭委員会に顔を出した時、それで見たことがない顔だったけれど、あれは誰だったの？うちの学生？もしかして学生の顔と名前が一致してる？全員じゃないけど、あんな美人だったら一度見たら覚えてるでしょ。なるほど。確かにそもそも親戚のバイトとはいえ、写真のモデルをしてるくらい印象に残るのを考えれば、見覚えがないことが不思議なのも理解できる。うちを受験予定の未来の後輩だよ。ちなみに制服は菅野先輩から借りたって言ってた。多分本当のことだと思う。なるほど。つまりあの子のことは特別秘密にしなければならないわけでもないのね。そうだな。それと七瀬は昨日も案内してた来賓の一人だよ。制服のことはともかく、その来賓とどうして腕組んであんな恋人みたいに歩いていたのか。ああ、いや、やっぱり答えなくていいわ。むしろ知りたくない、深入りしたくない。そんな大げさな。けれど俺の言葉にかぶせるようにサラモトが心底呆れた顔をした。いつか刺されたり泣かせても知らないわよ。その言葉には妙な本気が感じられた。はい、ってなわけで文化祭も3日目、最終日が始まりましたので、またスキップしますが、まあここは、まあ七瀬ルートとしては結構、七瀬ルートとしてというか、まあね、結構七瀬のことを深く深掘りしているシーンですので、よければこのシーンまた共通の方で見ていただければなと思います。まあ概要欄の方にも載っけているかな、いるかもしれないです。まあないかもしれない時は、あの再生リストから探してというか見ていただけると嬉しいです。ってなわけでスキップしましょう。はい、はい、ってなわけでどうしましょうね。今ここ、この選択肢、入学式が終わって、まあ1年生たちが入学してきて、蓮くんは2年生になりましたっていうところでございますね。で、ですね、まあ、2年生になるとほら、まあ、今いる郁恵さんみたいに、ね、
サブヒロインというかサブ、まあ、サブキャラというか、まあ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 、あのヒロイン攻略対象外のヒロインとかもあの選択肢に出てくるようになるんで、まあちょっとどういう順番でやろうかなとまた思うんですが、まあやっぱ郁恵さんはやっぱその七瀬と近い距離感のまあサブキャラな、まあ友達なので、できれば一緒のこの七瀬ルートで消化していきたいなとも思いつつ、だからまあだから郁恵さんとリコの選択肢が出てきたときはそちらも見つつやっていけたらなと今回は思っております。で、だからまあ被ったときは、七瀬のルートを後ろに、まあその七瀬の後に郁恵さんだとちょっとなんかやっぱなんかねあるよね。なので、今度進めるときは、郁恵さんの方を先にやって七瀬のルートを、あ、七瀬の選択肢をその後やるという感じでございますね。でもなんか2年生に上がってもあれだよね、その喫茶店が多いよね喫茶店駅前がメインだよね、どっちかというと。でもそもそもまああと郁恵さんの食堂の選択肢は一体どうなるんだろう、てか郁恵さんの選択肢が普通にちょっと不安なんだよななんかなんだろう、どんな爆弾発言が飛んでくるかわからないからちょっとおっかなびっくり進む感じになりそうだよね。てなわけで、まあちょっと今回ちょっと短いんですけど、一旦これで区切ろうかなと思います。ちょうどね1年生の、まあ、文化祭もちょうど終わったし、2年生に上がったというこのタイミングで一度区切らせていただけたらなと思います。まあ今回もご視聴ありがとうございました。いつかレン君が刺される日が来るとしたらまあなんだろう、やっぱりなと思うか、レン君っていう悲しみというか涙が流れるか、俺はどっちでしょうねてなわけで、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントなどなどよろしくお願いいたします。レン君生きてか、レン君やっぱりなと思うかは皆さんもぜひコメントしてくださいねてなわけで今回はここまで、バイバイ。